そう、だから俺思ったのが、森保さんのことをよく言う、僕は批判するじゃないですか。この戦術こうでこうでこうでは良くないとか、これだとこうで良くないとか言うんだけど、一個だけ間違ってたっていうか、ああ、これ俺が若かったなっていう思う部分が一個あって、これ何かっていうと、それが普通だったっていう。俺が高い、監督たちを高く見すぎてて、な、森保さんおかしいなと思ったけど、実際は森保さんは日本ではいい方な可能性が高い。なんでかっていうと、平気でパワハラしたりとか、何それっていう指導の人が多いから、戦術が全然ないなんてのは全然許せるっていう。それ以前の問題の人がめっちゃ多かったから、自分が指導者になったりとか現場行ってみて。そこが僕間違いだったなって思いますね。リスペクトしすぎてましたね、サッカー界を。僕のチャンネルだと、僕がサッカー学生時代やってなかったのも、そういう人も、こう、サッカーに興味持って、別にやってなくても楽しんでいいんだとか、そういう知的に楽しむみたいな人がうち来てくれてるから、やっぱそういう人ほど、やっぱ自分がやってない分やってる人にすごいなって思うじゃん、やっぱり。っていうので、僕もその目線で見てたから、やってる人がこのぐらい気づくでしょ。なんでここに立たせてんだとかさ、そう言ってたけど。いや、全然気づかないんだよ。ノリでやってて足速い人とかさ、足元上手い人とか上行くから、で、その中で人間性がちゃんとしてない人もガンガン上行って、で、給料低い業界だから、その業界ででかい顔できるやつが残れるっていう。ってなると、森保さんみたいに、ちゃんと周りの人に慕われたりとか、人間としておかしいみたいなことをしない人っていうのは、実際すげえ貴重なんだろうなっていう。まあ、だからってそれでいいとは思わないですけど、ただ、僕が持ってた日本サッカーへの基準はおかしかったっていうか、リスペクトしすぎてたんだろうなって思います。Sure.